これがハメドなんですね。あはさあハメドの入場であります。 WBO 世界フェザー級チャンピオンナジーム・ハメド、毎回この奇抜な入場でお客さんを沸かしてくれますが、今回はこのような登場の仕方でありました。マイケル・ジャクソンのスリラーに乗りまして、今ゆっくりと入場してまいります。この10月31日はアメリカではザ・ブライトナイト、まあ、恐怖の夜、ハロウィーンの夜ということでありまして、今回のイベントがザ・ブライトナイト、恐怖の夜とタイトルが付けられています。ですからまあこういった思考の登場ということになりました。はい、いや試合の前ですから毎回言うこと言ってますけどね。やるもんですね。花道にご覧のような宝石赤をね用意いたしまして、その間を縫ってまいります。得意のアッパーカットを赤に埋まってしまいました。バチ当たりなチャンピオンでありますナジーム・ハメド、英国はイングランドシェフィールド出身です。このハメド4日前にコンコールドでロンドンからこのニューヨークに入ってまいりました。アメリカ進出第2弾、相手はランキング3位のウェン・マッカラーです。英国、北イングランドの北アイルランドの出身とはいうものの、本人はもう自分はアイリッシュなんだと言ってはばかりません。そのマッカラーを相手にします。このナジーム・ハメド現在18連続 KO 中、今回は特に3ラウンドノックアウト宣言をしています。浜さん、はい、3ラウンド2分28秒まで予告してますよ。なるほど、ハメドらしいですね。まあいかにもありそうなタイムではありますが、果たしてそうなりますか、どうでしょうか。ウェイン・マッカラーはもうすでにリングで待っています。前にモハメドアリが今日ラウンドを予告したことあるんですけど、秒数まではやらなかったでしょうね。そうですね、なかなか細かいことをやってくれますナジーム・ハメドです。まあ、これが6ヶ月ぶりのハメド試合になりますが、4月のバスケット戦以来、当初は7月に予定されていた防衛戦、拳を痛めまして、今回この10月31日ハロウィンの夜ということになりました。さあ例によって1回転して入っていきます。スペース空けてくれって言ってますね。もう対応しております。大車輪やるんですね。今回も見事成功です。まあ、これを失敗しては困ります。リングに登場してまいりました。まあこの出だしからかなり大柄な選手を想像するんですが、身長は160センチであります。一方ウェン・マッカラーは170センチ。 For the thousands in attendanceAnd the millions watching around the world. Let's get ready to rumble! Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing silver and weighing in at 124 pounds.His professional record, an outstanding 22 victories in 23 bouts, including 14 knockouts, with only one loss in his career, and a world title bout. This evening, he is looking for title belt number two. Ladies and gentlemen, from Belfast, Ireland, here is the challenger, former bantamweight, champion of the world, the Pocket Rocket.Wayne McCullough! アイリッシュの声援を受けます。ウェイン・マッカラーです。なんかアイルランドからですね、1000人以上のファンがですね、この試合にそのアメリカに渡ってきたって言いますからね。先ほどね、今画面が捉えましたからね。かなり熱くなっているお客さんが入り込んできています。Including 28 knockouts, 18 KOs in three rounds. 30戦全勝 28 KO ですけど、最近18試合は連続 KO 継続中なんですね。Emerge victorious and demonstrate to all that he is among the best pound for pound in the world today. Ladies and gentlemen, from the steel city of Sheffield, England, presenting the reigning and defending.
ぶりの試合です。チャンピオンナジム・ハメド、今回が11度目の防衛戦になります。プリンスナジム・ハメド、相手はウェン・マッカラーです。相変わらず例によりましてリング内を動き回っています。チャンピオンナジム・ハメド、さあ両者が顔を合わせます。We went over the rules in the dressing room. I expect a good, clean fight. For me, Wayne. Obey my commands at all times. You understand, head of challenger? I understand, head of champion? I do. Okay, give me a clean fight. Shake hands, touch him up. Good luck. God bless. ジェフリーは世界戦110回目になります。ジョー・コールです。さあ、浜さん、はい、どこにポイントを絞りますか？まあ、やっぱりマッカラーとすれば先に打っていくこと。待ってたんじゃ勝てないですからね。なるほど。その打ち方もハメドをサンドバッグと思っていいですから、あそのまんまところ構わず打つと、そういうことが必要ですね。さあ、とりあえず、あっと先に行ったのはチャンピオンです、ハメド。出ていったのはマッカラー、しかし先に迎え行ったのはハメドです。ハメドがトリッキーなパンチ、早くも繰り出していきます。早くもパフォーマンス的なそういった動きを見せます。ハメドのパンチ見ようとすると倒されてしまいますから ねパンチは見なくてどんどん打って、まあ、それで相手で倒されたんだったらそれで仕方ないと。歓声が地の底から湧き上がってまいります。8200人の観衆であります。 WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、ハロウィンの夜、ザ・フライトナイト、恐怖の夜、ナジーム・ハメド対ウェン・マッカラーの試合が行われます。第1ラウンドスタートしました。今の歓声はマッカラーの歓声なんですよね。そうでしょうね。1000人を超す大応援団、まあ、国籍は英国北アイルランドなんですが、本人はアイリッシュと言っています。アイルランド人なんだと自分が言っています。左を持っていきます。このアイリッシュ魂爆発しますか。とにかく序盤まず行かなければいけません。マッカラーです。ハメドはもうすでに自分のペースを作りつつあります。入場はマイケル・ジャクソン・ミスリラー、マイケル・ジャクソンとも親交があるというこのナジーブ・ハメド、たまに電話をしているそうです。そのミスリラーを使いまして入場してまいりました。ジョーラがざわついています。ボディブロー、まあ、先ほど浜田さん、ちょっとこのハメドを超えた罪が割と長いパンチを打てる選手という話がありましたけど、このマッカラー自身はどうなんですか。パンチはそんなに長いパンチ打てる方じゃないんですね。ではないということは、はい、待ってるとどんどん思うつもりですからね。あ、なるほど。従って早く行くべきだと先ほどね、とにかくそれでアウチになるんだったら逆に儲けもんなんですね。アウチで倒されてしまったらこれは仕方ないですから。新距離に突破口を見出しますが、ウェン・マッカラーです。シルバーのトランクス、ウェン・マッカラーがその通り追いかけていますが、この逃げ足も速いハメド、あるいは奇襲をかけてきます。これ曲がってはいません。スウェーバック、あるいは体を揺さぶります。逃げられました。軽く触れただけです。ものすごい声援です。ここでスイッチしてますね。ここでサウスポーからオーソドックスにスイッチしてます。はい、ハメドです。変幻自在のテクニックを誇ります。そしてこの構え方、今がサウスポースタイルです。先ほどはオーソドックススタイル、右構えになっていました。このバックハンドブロー的な打ち方もよく見せます。手の甲で当たることをバックハンドブローと言いますけれども、これ拳がしっかり返って、おっと、二番目です。非常にトリッキーな打ち方です。30戦全勝 28KO、 ハメドはここまで 93% のノックアウト率を誇ります。まあ言ったらアドバイスはですね、その単発でなしにもっとビンビンビンって言って、あのスナップ効かしたコンビネーションを打てっていう指示でしょうね。さあ第2ラウンドです。 WBO 世界フェザー級タイトルマッチです。今回のハメドはこのアメリカ入国に際しまして、ビザの取得申請が遅れたと、取得申請が遅れたため5日前にビザが置いたそうです。まあそういったことも少しチケットの販売に影響があったと言われていますが、それでも8200人入っています。したがって遅れました 4日前にコンコルドでロンドンからニューヨーク入りしていますナジーム・ハメド。あ、今左フックマッカラー当たりましたよ。マリゴマリゴ1回転しましたハメドです。ハマさん、普通試合中1回転はそうそうしませんけどもね、バネで打っていて、それでバランスの良さですよね。あ、要するにあの体操選手がやってるようなところありますよね。なるほどね。これはスリップです。
浜田さんが一番最初にいいポイントとして挙げたのがあのタイミングの良さ、ハメドに関しては ね、 そうなんですね、まあ、トリッキーなその、健全な青少年職人にはマルシアホクスに近いこのボクシングスタイルだけどもタイミングだけはすごいと抜群ですね。ですから、どっちかというと筋肉質じゃないですね、ハメドは。なるほどね。ただタイミングさえ合えば、相手はコロッと倒れるという日本ですよね、はい、入っていきます。まあ、確かに首なんかを見ましても非常に、全体的な相対的に見ますと細さを感じさせます。今回の軽量でも14インチという首回りが届いてきていますが 35.6センチです。これは私より細いですからね。まあ、高山さんは首太いですよね。昔野球でキャッチャーやられててまあだけど普通の人とそんな変わらないですよね、これね。いや、私はリスだった時ですね、もうその小さいのにびっくりしたですね。特に顔が小さい、それで首が細かったです。小泉さん説によるとおそらく160センチより小さいだろうと。そうですね。それで、まあ、特に顔が細いんですよね。まあ、したがって顔面打つにも的が小さいということなんでしょう。おっと右手でおっと自分はスレーバックで綺麗にかわしています。浜田さん攻防一体ですね。そこなんですね。その私が言うタイミングと勘というのはそこなんですね。はい、さあ恐らくアウト。左アッパー左アッパー。小泉さん、今何かおっしゃいましたね。そうですね、今そのやはり伸びるパンチでその浜田の顎を取られましたね。伸びるパンチというのもこの浜田の特徴であります。浜田さん、あれはどうして伸びるという感じになるんでしょうか。全身のバネ使って本当に伸び上がって打つようなところがあるんですね。これはボクシングの教科書にはそういった打ち方はないですよ。まあ、本当に何て言うんですかね、教えない避け方ですね。まあ、2ラウンド目のポイントはですね、はい、その真っ赤のもうパンチもその当たったんですけれど、その10対9ハメドですね。はい、まあ、浜さん、しかし今のですねスウェーバックなんかにしても多分にリスクはあるわけですよね。そうだろう。ですから私が最初に言った伸びるパンチを打てる選手、ハメドがああいった避け方しても追って、追い打ちをできる選手だったらハメド危ないですよね。下がりながら今右をパンチ当てています。こう叩くように当てています。今度左突き上げました。右から左を返しています。今真っ赤なパンチ届いてないですね。それでも届くパンチ打てる選手だったら危ないところありますよね。おっと打ち返した。ハメドも打ちます。今の一連の動きはどうだったんですか、浜田さん。2ラウンド目からですね、真っ赤な動きいいですね。ああ、そうですか。まあ、動きがいいというよりもですね、ブロックを完全にガチガチに固めてますよね。そういったハメド対策はやってはきてますね。ただ、守ってはいるんですけど、そこからどうやって攻めるかですね。はい、これはアイリッシュの応援であります。上の真っ赤から応援するものであります。真っ赤な、いいところは顔面の中心を常に守ってますね。まあ、顔面の中心を守ってるんで、ハメドの今のアッパーですね。アッパーを何て言うんですかね、ブロックできてるというところなんですね。第3ラウンド。だからハメド得意の右アッパーはですね、その左手でその殺すのだし、右手で殺してるんですね。殺そうとしてるんですね。だからその右のグローブを顔の正面を持ってきてるんですね。そうですね。身がほぼこの鼻先に来ています。上真っ赤な真正面のパンチを常に枕に食わないでおこうという考えがあるんですね。少し追いかけまして、ハメドがバランスを崩しますと真っ赤なの声援団が、応援団が大きな声援を上げます。左を巻いていきます。上真っ赤なフェルトの戦う魂が見ているものを熱くします。上真っ赤な強いパンチですね。グローブをつけました。グローブつけました。スリップです。いや、見事ですね、小泉さん、今のは。まあ、勢い余ってグローブつきましたけどね、体全体のバネで打ってる感じがしますね。今の状況を見ると最近バックでも薄そうな雰囲気ですよね。本当ですね。まあ、試合以外では本当によく見せるんですけども、試合中でもやってしまいそうなそんな動き。体全体を使います。
リングでダンスしている。おっと三浦弘美ダンスをしているという表現をよく使われますが、まさにそんな感じです。三浦弘美を突き上げた。うわっと上皇です。身を挺してろ。このゴングを守るという間に入る動きを見せました。NAZ、はい、ナズナズと言われていますこのナジーム・ハメド。私はこう思うんですよね。アラビア語ではですねナジームで、それでその英国の人たちでナスイムと読む人たちもいる、うん、それでないと NAZ って、ね、ナズっていうニックネームが出てこないですもんね。左を出しました。まあ、英語圏特にアメリカ進出の第2弾。おっとどどどどと今の表情しまったかすってしまったよというふうな表情ですね。このハメド特有のこうお客さんを巻き込んでいくようなそんなパフォーマンスジェスチャーであります。多分に浜田さん、パンチをもらった時もああいうことやりますよね。そうですね、常日頃からやっていますからそれほどは気にならないんですけれども、当たった時も必ずあります。まあ今日初めて見る人はこれがボクシングでいいのかと思うんでしょうね。まあ我々はもう見慣れてしまってますから、まあ、当たり前になっていますけどね。ノーガード状態です。よく漫画などではねこういうノーガード状態もよくお目にかかりますけれども、まあ、漫画では通用するんですよね。実際にこれボクシングでこれで通用してチャンピオンですからね。現実社会で通用させてしまって、しかもチャンピオンであります。左をつきました。本来コースできないんですよねこんな動きはね。本当作るバランスですねこれは。おっとと夢を現実にしていますナジーム・ハメド。第4ラウンドこの辺も全く状態だけでかわしていきます。まあ日本の日本だけではありません、世界の評論家の皆さんでは絶対にボクシングを始めた人は真似しないでほしいという警告まで発しているぐらいですからね。まあそうしないとですね、もうボクシングの基本が崩れてしまいますよね、ボクシングを教えるにあたって基本ができてない選手を教えても伸びないんですね。コーナーに入りましたか。右を一発放っておいて左に抜けていきます。おっと左をもらいました。上がりました。当たりましたか今。アウチです。アウチという形ですか。はい、右ストレート入りましたよ。ローフギを集めていって右のストレートを打ち込んできました。ようやく自分が当たる距離に入ってまいりましたが、マッカラブロックの面では相当意識してやってますからね。これにもっと攻めるスピードをつけると、うん、もっと面白いところありますけど ね、 なるほどね、攻めるスタイル今顔面を重視して狙ってますけど、ボディから狙うと、まだ当たりやすいですよ。残り10秒切っています。今回はいつものにも増してウェン・マッカラーであります。ウェン・マッカラーはケビン・ケリーを相手に50ラウンドのスパーリングを重ねています。ケビン・ケリーと言いますと浜田さん、はい、ハメドをですね3度ダウンさせて、そうなんです、ね、自分も3度ダウンしたんですけどもね、壮絶な試合ありましたよね。まあそういった面では相当、まあ、なんですかね、ハメドを仮定した選手とスパーリングをできたということを言いますよね。左、まあ、しかし小泉さん、ケビン・ケリーあたりでもスパーリングパートナーになるんですね。まあそれはですね、まあ、コネクションとかそれがありますとね、いろいろね関係あるんでしょうけどね、まあ、ケビン・ケリーあたりをパートナーに雇うとやはり高いでしょうね。でしょうね、はい、まあ、それだけこの試合に一戦かけているということもありましょう。まあ、もともとこのナジム・ハメド戦というのはビッグマッチにどうしてもなります。ビッグベンドになっています。それだけの、まあ、投資する価値があるという試合であります。事実これだけのお客さんが入っている大舞台、しかも場所はニューヨークアトランティックシティのコンベンションセンターです。ニュージャージーのアトランティックシティコンベンションセンターです。浜さん、この中盤あたりの両者の動きはどうですか。はい、ちょうどイスランドからそうなんですけど、マッカラーが真正面にハメドの真正面のパンチを相当意識してますよね、はい、それに対してハメドが若干打ちにくそうですね。中に入り込んでまいりました。全身全身で懐に入っていきます。
円幕から長いパンチが打たない分自ら前に進み出てまして、この距離を距離不足を補っていきます。どっちかというとマッカラーもガードの上を打たしておいてくっついていこうという状態ですよね。そうですね、はい、そのガードの上を真正面のパンチをとにかく外せればブロックできればというやり方ですね。マッカラー今出ていこうとしたところ、カウンターで伸び上がるような左アッパー、すくい上げるような打ち方を見せました。これはかわしています、マッカラーです。マッカラーとするとやっぱりこの戦法が一番かもしれないですね。ああそうですか、はい。アメドは先ほどカウンターを取ろうとしましたけれども、ここら辺は相変わらず引き気味に試合を進めています。40秒飛び込んでいきました。右アメドが下がっている時っていうのは何かをやろうという体勢でもありますからね。まあ何をやるか分からない選手ですからね、右を入れてます。左を出してきました。マッカラーのパンチも当たらないですね。やはりハメドのやはりディフェンスがいいんですね。首を振っています。おー当たんないなという感じなんでしょうか。マッカラー、あーいいボディですよ。飛び込んできました。左ボディブロー、あリバーパンチですね。おー入った右、2発目の右は当たっていません。最後は足を使います。ナジーム・ハメド。第5ラウンド終了しました。50年代にご両親が揃ってイエメンから英国に移住してまいりました。飛び込んで左、本人はイエメンで生まれたわけではないんですが、この後援者にはイエメン大統領も含まれています。ナジーム・ハメド、それからサウジの大富豪たちも後援者についているという話であります。試合は第6ラウンドに入ってきています。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチ、8200人のお客さん、その中には1000人を超えるアイリッシュの応援団、そういった声援が交互に行われまして熱くなっています会場です。まあ、ブレンダー・イングルトレーナー兼マネージャーはですね、まあ、ムハメド・アリに影響を受けてこういうスタイルのボクサーをですね、まあ、結局量産し始めたわけですね、まあ、引退した後、はい、でですね、まあ、あのヘロル・グラハムとかジョニー・ネルソン、これ先輩がいるんですよね、まあ、ハメドはその頃まだ子供だったんですけれど、ところがですね、そのスタイルはこのハメドにおいて本当にそのフィットしたと適合した感がありますね。この人材が出てくるのを待っていた、そんな感があります。見事それが身を結んで、大きなその前に大輪を咲かせましたナジーム・ハメド。まだここまで負けなし、しかも現在は18連続 KO 中、これがタイトルマッチとしては11度目の防衛戦になります。しかもその間にはあのトム・ジョンソンとの統一戦に勝ちを収めて IBF のタイトルまで一時、持っておりました。左を持っていますナジーム・ハメド。まあ、このハメドも現在アメリカでは HBO というテレビ局と契約を行いました。これは莫大なお金であります、まあ、そういったことも含めましてこのナジーム・ハメドどんどんとビッグになっていきます。もう最近ではこのハメドにはタイトルというのはいらないんだと、そんなことさえ言われてますよね小泉さん。まあそのまあ、ハメド自身がですねもう一つのなんて言いますかトレードマークですね、ハメドという名前自身がですね、もう商品価値を生み出してますよね。一時期の、まあ、レナードみたいなもんですよね。残り30秒を切ります。ですから浜田さん、はい、相手がですね今度は問題になってきますよね。あそうですね、誰とやるか、それをお客さんが望むところでしょうね。このマッカラーもそうですが、こうしばらくはかなり名のあるところと対戦していますナジーム・ハメド。前回のバスケ戦もしっかりです。まあこの日のマッカラーはいい戦い方してますよ、やっぱりその試合にかける気持ちの表れでしょうね。なるほど、じゃあ分かるでしょうけどなかなかあそこまでやりませんよね。まあ試合するだけで、精一杯というのが普通あるんですけどね、さあ第7ラウンドです。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチです。ナジーム・ハメド対ウェイン・マッカラーの一戦、軽いパンチの交換、
いつものようにヒョウ柄、まあ、このヒョウ柄がトレードマークにもなっていますナジーム・ハムロ、そのトランクスを履いて、一方のウェン・マッカラーはシルバーであります。軽く動いて揺さぶりもかけます。時折あのモハメド・アリがよくやっていましたアリシャックルという足の動き、タツユ選手あたりもよくやるんですけれども、そういった動きも織り交ぜます。さあコーナーにじりじりと追い込まれたのか、いや出ていきます。まあ、この辺の足の使い方はこれ横向いてるんですね。あーノールックパンチという感じなんでしょうかね。まあ、あっち向いてホイパンチですよね。あの和島浩一さんがそれをやったことありましたけどね、バスケットにノールックパスというのがありますが、そのパスの相手先を見ないでそのパスを送るという、まあ、非常に高度な技ですが、そんな感じでもこれはこの辺り見てください。これテンポアップしてですね、リズムで相手を追い込んでんですね。当たっていません。状態だけで返します。見切ってもう本当にグローブと自分の肌一枚、紙一枚だけ開けて避けるというそんな感じです。またやりました、またやりました。ですから対するマッカラーとするとあの動きを見てしまったんじゃダメなんですね。あ、なるほど。見てしまったんじゃ自分の動きまで止まってしまいますからね。あ、難しいですね。それもね、どうしてもあれに減額されます。だから相手のパンチの伸びの見切りですね、はい、ここまで伸びてここまでスウェーバックすると当たらないだろう。この辺がですね、やっぱりハメドのディフェンスの特徴ですね。ポンと叩きます。相手を小馬鹿にしたようなそんな感じのパンチ、ちょんと打ってきます。さあ来てみろというような感じなんでしょうか。ハメド逆にマッカラとするとですね、そのこのワンツーで当たらなければですね、もう一度踏み込んで、はい、その当たるまでワンツーからその3つ目その打ち続けないといけないですね。おっと飛び込んできました。さあそろそろかというような次回半分配分なんでしょうか。第7ラウンド今一瞬ブーイングのようなのも聞こえました。それを聞いた瞬間飛び込んでいったようにも感じました。ナジム・ハムド、既に入っているお客さんのこと、テレビのことを考えます。自分のスタイルを考えます。第7ラウンド終了です。打ち込んできますよね。これですね、完全もう全然見てないんですね。やっぱり昔和島浩一さんがこれやったことありましたけどね、はい、あ、そしてこれがシャッフルです。だからこうしてみるとですね、そのハメド自身が誰を真似てるっていうんじゃないんですけど、基本としてはやはりムハメドアリのボクシングですね、はい、そして下から打つっていうのはファン・マルチン・コッジのあの左アッパー、そういうのがありますね、それからまあ、体全体が柔軟なのは、まあ、イラリオ・サパタみたいなボクシングのところもありますね。なるほど。で、和島浩一さん的なそのトリッキーな面がありますよね。あと今度は首をくねくねと動かし始めています。ですから真っ赤らこれ見てしまうと、ね、難しいですね。そうなんですね。見なくて、極端に言えばもうサンドバックを打つみたいにとにかく打っておけばいいんですね。よくあの木を見ずに森を見るんだというのがありますけど、この場合森を見ないで木を見て、ワンポイントで何か違うことを考えてダメですね、うん、要するに考えたらもうダメなんですね。普通はまあ考えてボクシングするんですけどね、考えたらもうテンポがずっと遅れてしまいますから、はいはい、考える間もなく打ってしまうというのが大切なんですね。これをやられますとマッカラーの良さももう完全に出なくなります。もうちょっと序盤はもうグイグイいったような感じがあるんですけども、ミートルマックスがありましたね。ペース生まれてしまってますね、足を使い始めています。まあ、スピードはハメドの方がありますから、だから、はい、マッカラとしては手を出すと自分のガードが開いてそこをパンチくるっていう感じがあるんですね、だからプレッシャーかけながらちょっと手を出しにくい状態ですね。まあ、そう思わせるだけやっぱハメドはスピードがあるんですよ、はい、スウェーバックを繰り返します。
ね、ただこのラウンドちょっとパワーパンチっていうかパワーを込めたパンチがですねやや少ないですね。ハメド、ハメド、あそうですね、当ててはいますけどね、さあこう打ってみろというような感じのジェスチャーがありました。ハメドです。これはウェインと言ってるんでしょうか。おそらくこれも真っ赤なあの声援応援団でしょう。左かすりました。あと右入りました。まあなんかは顔面の正面を真っ赤な守ってなかったらダウンする可能性あったですよね。あパンチは脇から入りましたけれども、そこをすかさず見つけてトリックもそうなんですが、ハメの場合は予期しないタイミングでポンときます。つまり隙を見つけた瞬間にもう打ち込んでるんでしょうね。その瞬間ですね、普段は見つけてしばらくなんかこう作ってから行くんですけれども、その作りがありません。いきなり行きます。そこで飛び込むんですよね。セットアップなしでいきなり行くこのナジム・ハリアのブロー、肩コングです。遊ぶなと言ってるんですね。第9ラウンドです。 WBO 世界フェザー級のタイトルマッチです。だからここの実3ラウンドはですね、ハメドはちょっと下がりすぎですよね、はい、その一つはそのマッカラのガードがですね、その硬いせいもありますね。なるほどなるほど、確かにガードはご覧のようにおでこを隠すような感じになっています。背中を見せているウェイン・マッカラ、時にクロスアームブロック、昔アーチームがやったみたいなブロックでですね、はい、ともかく右アッパーを殺そうっていう作戦ですね。今開いた瞬間にその右アッパー放ち始めましたけれども、またすかさずガードを固めました。ウェンマッカラガードを固めたまま前進していきます。マッカラです。さあ徹底していきます。今クロスアームちょっとその片鱗を見せました。両手を交差させてですね、結局両手でそのハメドの右アッパーを殺すっていう感じですね。右をぶつけました。さあ取りに入りました、取りに入りました。相手に打たせておいてじりじりと距離を詰めていきます。マッカラです。これにあります。ミロスロト、この日のマッカラのブロックの、はい、やり方いいですね。あそうですか、はい、徹底していきます。このラウンド特に強いブロックを見せています。おっとガードが開くと右が入ってきます。このラウンドマッカラよく攻めてますよ。ハメドはノックアウトは相当のものなんですけど、ブロックの上を打ち破るっていうボクシングじゃないんですね。開いた瞬間打ち破るというところなんで、開けないですね、あのマッカラは。なるほどね、あのブロックの上も確かによく叩くんですけども、開けるために叩くという感じですからね。開いた瞬間、相手が打とうとした瞬間、どっか開けますから、そこをやってるんですね。パンチが入り込む隙を作るためにそのガード目を叩きます。そのやり方ですよね。しかし今回のこのマッカラのガードは非常に硬いガード、特にこの辺りそのガードを持ちまして攻め込んできます。これこの辺りやっぱり浜田さんちょっと嫌がってるんでしょうかね、浜田さん。ハメド、ハメドですね、はい、嫌がってるというよりも相手のカードが開かないから打ちにくいんですね。攻めあぐねてる、まあそれ言えますね。珍しいですよ。おっと左返しました。本当に珍しいですよ。二段打ちですね、ダブルですね、下から上ですね。ハメドの左は避けておいて左を出しました。ウェンバッカラーです。つきました。ただそれほど強いパンチ、このラウンドはマッカラーです。はい、今度、はい、マッカラーにしたら勝負ですね。ですからこれ本当の勝負かけきれるかどうかなんですよね。今の戦法で、もっととにかくハメドをサンドバックのつもりで相手のパンチが飛んでこないつもりで打たなければいけないんですね。その場合には自分のパンチが当たる可能性があるんですね、はい、ただ打たれる可能性が相当大きくなります。そこで、勝負できるかどうかですね。今まで本当によく戦ってますよ、はい、これはサンメドの攻撃をよく戦ってる、よくしのいでるっていうんですかね、
今度はこれが勝ちに結びつける攻撃をできるかどうかですね。まあ、確かにあの今までの対戦相手をずっと見比べてみますとマッカラは非常によく研究しているのではないかと、自分の長いレンジが欲しいわけですけども自分のショートレンジそういっただから今ハメドもそう相当殺しているわけですよね、はい、そこはもう相当な評価しなければいけないんですけど、じゃあこの勝ちに行くためにどうすればいいかですね、その一番のポイントですけれども、さあ、あと3ラウンド非常に申し遅れましたけれども、この両者の試合前の掛け率オーツというのは5対1でハメドであります。5対1という大差がついています。右のストレートです。普通対戦戦で4対1というと相当離れているということになりますけど、そうですね、5対1になるとやっぱりもうノックアウト、ハメドがノックアウトして当たり前という状態ですね、しかし、まあ、マッカラーにかけた、方はここまでの頑張りを見てこれはもしかしたらと期待を大きく膨らませているかもしれません。さあ距離が詰まったんですけど抜けられます。前にガードを持ってきますと側面を叩きます。右に耳に近いところを打ち込んでいきましょう。左ガードが開きました、開きました。ゲートが開きますとすぐにそこに飛び込んでいきます。ハメドのパンチ、そのあたり逃しません。50秒切りました。第10ラウンド、また飛び込んでいます。今の右アップはもっとその強烈に当たるんですけどね、ハハシの聞こえますね、真っ赤ですね、この辺が目立ちがあっちゃうでしょう、苦しいところでしょう。上に持ったらボディを打ちに行きました。ハメド顔が近づいてきました。それを迎え撃ちましたマッカラーですが、それはスウェーでかわしています。かなり近い距離だったんですけれどもスウェーでかわせます。これはもう体が柔らかいということでしょう。この辺りもかわします。攻め込んで攻め込んで攻め込んだんですがマッカラー。ニュージャージー州アトランティックシティコンベンションセンター、ご覧のような大きな会場でありますが、そこにこの一戦が組まれています。さあ残り2ラウンドです。ちなみに浜さんは第10ラウンドどう見ました？まあ、私もハメドのラウンドです。そうですか、はい。まあ、9ラウンド目はマッカラ取ったと思いますよね、はいはい、手首攻めたと、ええ、ところが、10ラウンド目はその構成がやや鈍りましたね。というのはですね、前へ出ていくとですね、そのハメドの強いパンチがカウンターになって入ってくる危険性もあるわけですね、やはりタイミング見ながら攻めてますからね、ちょっと攻め足が鈍りますよね。特にあの伸び上がってくるアッパーが抜群のタイミングで迎え撃つ可能性もあります。その辺は十分気をつけなければいけませんが、いかんせんラウンドがご覧のようにもう11ラウンドまで来ています。迫ってまいりました。左を押し込んできます。ハメル、また右、ちょうど腰骨のあたりからスーッとこのパンチを浮き上げてまいります。左を持っていました。小泉さん、こういったの、まあ、フリッカー気味と言ってもいいんでしょうか。まあ、グローブをですね、その返してなければその内側見せてたらこれアッパーになりますね、はい、で手の甲を上にしてそのまま下へも上へ上げるときはこれはフリッカーですよね。もうまあ今日の試合は、はい、例えば右から突き上げる右でもですね、はい、二通り使ってますね。そうですね。おっと、さあ一発当たりません。今オーソドックススタイルになってですね、右ストレート入れましたね。ボールの当たり、ボールの当たり、あ、飛び込んでいった。右、その後何発かわすか。逆にワンツーワンツー、5、6発かわしておいてワンツーを入れ込んでいきます。この辺目がいいですね、ハメドは。序盤によく見られた動きが今再現されました。11ラウンド。普通前半はですね、こういうボクシングができてもですね、後半疲れてくるとですね、パンチ見切れないって結構食うことがあるんですけど、ハメドの場合はやっぱりこの防御感っていうのはですね、天性のものなんでしょうね。残
残り40秒。さあまたまたマッカラーの声援が激しくなります。ハメドの動きを見るにつけ、余計にマッカラーを応援しようというアイリッシュの声援団、応援団です。声援が飛び交っています。硬いブロック、突き上げてパンチ、構えました。今の左フックは惜しかったですね、マッカラーの。おお、ブーイングか。いや、ハメドは倒す姿勢見せないからでしょうね。左か、ハメド聞いてないですね。それがよく当たったのは1ラウンド目だけですよね。さあラストラウンドです。このラウンドのみ WBO 世界フェザー級タイトルマッチ、残されたラウンドは1ラウンドです。ナジーム・ハメド対ウェイン・マッカラー。まあ浜田さん、当然もうマッカラーのやることは一つでしょうね、はい、というのをもう倒すだけ、あの勝つとなるとですよ、はいはい。まあ、ただ12回までダウンしないで来てるということは評価するべきだとも思いますけどね。あ、なるほど。まあ、1ラウンドのハメドの動きを見ると私はやっぱり前半で終わってしまうかなと思いましたからね。さあウェンマッカラー、果たして最後まで立っていることで良しとするか。誇り高きケルトの戦士ウェンマッカラー、最後の攻撃、1ラウンドもう3分ありません。まあ、再三言っていますように国籍は英国です、北アイルランドベルファストで、が出身でありますウェイン・マッカラー。しかし辞任しているのは自分はアイシュランド、アイルランド人なんだということを辞任しています。ただですね、ハメドがですねこれまで10連続 KO 防衛ですね、はい、そして最近の18試合全部 KO で勝っていると、それを評価するとここまでダウンなしに戦っているのは評価されていいですね。やはりそうですか。ただしですね、マッカラやっぱりちょっと不器用な面がありますね。いつも左から行ってますよね。たまに右から攻めたり、はい、それから上からばっかり攻めるのだし、下攻めて上攻めてもう一回下へ持ってくるとかですね、こう散らした方がもっと当たると思いますね、はい、的中率が良くなると思います。ガードをご覧のように、あ、おっと左入りました。今の左アッパーも強いですよね。右アッパーをダブルでいきます。なかなか浜さん、アッパーのダブルワンツーというのは見ないですけども、まあそういったところを、あ、いいボディ、乗っかった時よりもそういったところを見せようという方に切り替えたかもしれないですね、うん、なるほど。いなして、この辺り自分の持っているスキルを披露しようというそういった動きなんでしょうか。残り45秒です。残り45秒。さあ残り最後のラッシュをかけますマッカラーです。そして最後のステップを踏みますナジム・ハメド。残り30秒。このまま逃げ切りでしょうか、ナジーム・ハメド。まあ、必死でマッカラーで攻めてますね、ラストラウンド。まあ、ポイントは負けてることはその分かってるんでしょうね、明白でしょうね、おそらくマッカラー陣営。ただ9ラウンド目と同じくですね、はい、これだけガンガン攻めるとですね、ハメドも受けに回りますから、そのたまにカウンターしか取れないですね、これも完全な受けのための受けになっています。あっと試合終了です。このラウンド構成は真っ赤なんです。ただし有効なクリーンヒットですね、採点基準の上でそれに優先する基準ではハメドです。私はハメドの10対9ですね。はい、オーウェア・バーリーズ・パーク・プレイス・アトランティック・シティ・ウィゴートゥ・スコア・カーズ。Clark Sammartino scores the bout 116-112. 11度目の防衛に成功です。チャンピオンナジーム・ハメド。